Japanese Koma Inu or Guardian Dogs were Enki and Enlilu. It was in January 2015, more than 4 years ago, when I announced the theory for the first time. Then this theory has been supported by more and more people since then, for which I thank you very much. And today, I have got a mail from a Greek researcher named Mr. Dionysos Zagreas, in which I found a very interesting photograph of a statue which resembles Japanese Koma Inu so much. It is really a Japanese Koma Inu in its image. According to Mr. Dionysos Zagreas, it is explained as a lion in Greece, but the author of this website writes that the image had become a national symbol of India. Apart from this, whether it is so or not, I am very much surprised to know that the lion in Greece was so much look-alike to a Japanese Koma Inu image. Koma Inu は縁起とエンリルであった。その説を私が発表したのが2015年の1月です。もう4年以上になります。で、その説はより多くの人たちに支持されるようになりました。心から感謝しています。で、ギリシャ人の研究家のディオニソス・ザグレアスさんという方からこんな情報が送り届けられてきました。ギリシャに残っている日本の狛犬そっくりの像です。ギリシャではライオン像ということになっているそうですが、ザグレアスさんによればその像がインドの国家のシンボルになったというのです。まあ、それはともかくも、ギリシャに日本の狛犬そっくりの像があったと知り、私は大変驚いています。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。ギリシャ人の研究家のディオニソス・ザグレアスさんという方からの情報です。で、そのザグレアスさんがですね、このようなウェブサイトを紹介してくださいました。で、そのウェブサイトを皆さんにご覧いただいてますけども、そのザグレアスさんがおっしゃるにはですね、ベヒスツン山にヘラクレスの像があるということなんですね。で、そのヘラクレスを調べていた時にですね、中にこんな写真が載っていることを知りました。今その写真をご覧いただけますけども、私我が目を疑いました。これは日本の狛犬ではないかとです。で、そのウェブサイトの説明によればですね、これはライオンであると。そしてこのライオン像がインドの国家的シンボルのライオン像につながっているというんですね。まあ、それはそれとしてですね、この像に注意してください。で、ギリシャには他にもこんな像があります。向かって右側の像ですけども、紀元前4世紀にはあったというんですよね。そしてその像がですね、やはりインドの像につながっているというわけですけども、その像はそっくりそのまま日本の狛犬へもつながっているということになるのではないでしょうか。まさしくギリシャの狛犬ということになります。がしかし、ライオンとかあるいは狛犬という犬でないことは確かです。つまりこの狛犬として紹介されているのはですね、つまり縁起とエンリルの神であるということになります。by 林博士説ということになります。なぜ狛犬が縁起でありエンリルであるかについては続く動画の中で詳しく説明しますが、ともかくもこのような像がですね、ギリシャにもあるということですね。しかも作られたのが紀元前4世紀となっています。で、この像と
つまりは、日本の狛犬との関連性については今のところ分かりませんが、しかし、まあ、違う像であると考えるのもこれまた無理があるのではないでしょうか。実際このような絵も西洋では描かれています。中央に王がいて左右に、まあ、動物らしきものが描かれているというわけですね。そのコンセプトと同じなのがアッシリアの像ということになります。これがそのアッシリアの像です。そして中央に王である神が表現されていて、その門のところに2人の神が表現されているということになります。この写真からですね、私は、日本の狛犬縁起縁起説を唱えるようになりました。その証拠の一つとなったのが、これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、そのバウンダリーストーンに表現されている縁起とエンリルの像とつながったからです。今赤丸で囲んだ部分に注意してください。でこの赤丸右の方ですけども、ここに表現されているのは私はヘルメットと判断しました。そしてここに描かれているのが縁起とエンリルということになるわけですね。左がエンリルで右が縁起ということになっています。ともかくもこの、バウンダリーストーンに表現されている縁起とエンリルがですね、ヘルメットに酷似している。なおかつここからアッシリアの像とつながり、そこからエンリル縁起とつながり、そして日本の狛犬へとつながっていったというわけです。他にもいくつかの証拠が出てきています。まあ、それについての動画はこれから皆さんにご覧いただくとしてですね、これが今ご覧いただいているのが2015年1月17日に発表させていただきました、狛犬はエンリルだった説の動画です。Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France and Hiroshihayashi, Japan. Guardians dark in mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬は Enlil であったという話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうか？それともライオンなんでしょうか？それとも別の動物なのでしょうか？まあ、狛犬という以上ですね、犬なんですね。というのは日本にはこうした謎解きの動画で大変、まあ、私にとって興味深いというよりもですね、楽しいのはですね、まあ、一つの動画あるいは一つの説を発表するとですね、まあ、次々といわゆる補強証拠が集まってくるということです。でその補強証拠を集めながらさらに、まあ私の説がですね、裏付けられていくというわけですね。まあ、それが私にとっては大変楽しいです。まあ、今回もですね、こうして狛犬イコール縁起縁起説についてですね、まあ、ギリシャの研究者の方から、まあ、その縁起縁起説というのは、まあ、ある意味でね、今のところこの日本の中でとどまっていますけども、まあ、同じものがですね、ギリシャで見つかったということでですね、まあ、日本から離れてインド、そしてまあギリシャへと伝わっていったということになるわけです。後で紹介しますけれども、同じような狛犬がですね、実はメソポタミアでも見つかっています。まあ、こうして点と点がですね、線でつながっていくということです。で今皆さんにご覧いただいているのはですね、狛犬の謎を解いているわけですけれども、まあこれうまく作っているのは縁起がですね、人間を想像しているところですけども、まあ、縁起というのはプロメテウスを題材にしてディオニソース、その息子のね、ディオニソースの像を、まあ、モデルにして作られた像が、まあ、自由の像であると、そのように林博士は解釈していますけども、それを説明しているところです。すなわち縁起と縁起の関係について説明しています。で一番上にいるのが縁起ですよね。でミトラ、そしてフリメイソンとつながっていますよということを説明しています。そして自由の像へとつながっているということですね。でこの左の像はですね、まあ、頂点に三角の、まあ、今上の丸ですね、これは縁起を表しています。そしてライオンを足で踏みつけていますね。まあ、このような形で上位であることを示す、上の神が上位であることを示しているわけです。ライオンが下、すなわちエンリルが下ということになります。一方右の方はですね、イギリス王国の紋章ですけども、頂点にライオン像が立っています。そして向かって左側にライオン、右に
ユニコーンが表現されています。このユニコーンには鎖が巻いてあります。すなわちプロメテウスということになるわけです。右はミトラの神事の様子、ミトラ教の神事の様子ですけども、向かって左側にエンリル像、ライオン顔のエンリル、そして向かって右側に三角形の円形が表現されています。ここで注意していただきたいのはですね、中央に神を置いて左右にエンリル円形を置いているという点ですね。もう一度確認してください。中央にミトラの神を置いてですね、そして左にエンリル、右に円形が置いてあるということです。この置き方、配置の仕方がですね、日本の狛犬と一致しているということになります。中央に神、すなわち大日如来、すなわち阿耨王を置いてですね、そして左右に、エンリルと円形を置くという、まあ、その作法といいますかね、パターンですね、それが同じだということです。で、今その神々の形図をですね、このような形で説明していますが、まあ、一応これはそのような形図になっているということだけでしてね、決して人間のようないわゆる親子関係で成り立っている神々の世界ではないということですね。まあ、便宜上と言いますか、人間側がそのように解釈してそのような形図を作ったということになるわけです。まあ、ともかくもここにですね、中央にミトラが表現されているということです。で、このミトラ棒がですね、やがてずっとね、時代は下ってフランス革命の時に、まあ、現れたマリアーヌの、まあ、帽子につながっているということを皆さんに説明しています。まあ、言い換えますと、フランス革命の原点にはミトラ教があったということになるわけです。まあ、ミトラ教のというより、まあ、フリギア帽でつながっているわけですけどもね、フリギアというのは中部トルコの、まあ、古名ということになります。で、これはエンリル像ですけども、みんなライオン顔で表現されています。で、尺と剣尺を持っていますね。で、まあ、下の尺というのは、これは神権、この地球の支配権を表すシンボルマークということになります。右の、剣尺というのはですね、まあ、王権、すなわちその地域の支配を示す、まあ、地球上における支配を示す、つまりは王権リングということになるわけです。で、まあ、これでゾラスター教独特のですね、松明を焚いて、まあ、神事を行っているということですね。それが自由の像の、まあ、統治へとつながっているということです。まあ、このような形で、古代の点がですね、現在の点と線でつながっているということになります。で、中央に、まあ、ミトラ教の神事を行う神官がいるということですね。同じように尺を持っていますね。そして手には剣尺を持っています。で、狛犬の話になりますけども、左上がですね、現在のイギリス王室の紋章です。そして同じコンセプトで描かれています。そして日本の狛犬もですね、由緒あると言いますか、昔からある狛犬はですね、向かって右側にユニコーン、角のある狛犬で表現されています。宮島の厳島神社ですか、あそこもそのように表現されています。つまり、円形とエンリルが表現されているということになります。ライオンはエンリル、そしてユニコーン、頭にね、角のあるユニコーンは円形ということになります。まあ、下の図を見ていただくと分かりますね。ユニコーンの方には角があり、そして足が鎖で巻かれています。まあ、こんなところからですね、この一致性からですね、私林博士は日本の狛犬はエンリル、円形、ある円形、エンリルであるというふうに、解きました。ただ日本のね、狛犬は左右が反転してあります。まあ、これも大変興味深いところではないか かと思います。で、まあ、このような、ね、アーティファクトがペルーで見つかっています。今から 3,4 年に、まあ、見つかった像だそうです。で、ここに表現されているのは日本のね、いわゆる、まあ、獅子舞の獅子にそっくりだということで、この時に取り上げさせていただきました。大変よく似ているんですね。まあ、こうした類似点、一致点もあるということです。まあ、これは偶然の一致という、まあ、範囲に入る話かもしれませんけども、それにしてもよく似ているということでね、まあ、ここで紹介させていただきました。まあ、これもある意味でね、狛犬の一つということに、狛犬ってますかね、狛犬のバリエーションの一つということになるのかもしれません。あるいはその逆かもしれません。とにかく日本が中心にあって、左に、まあね、これはまあエンディルですね。そして右の方にもそれによく似たアーティファクトが見つかっている。日本が中心ですからね、まあ、大西洋を渡っていったということも考えられますけども、まあ、日本が中心ですから、日本からその両方に伝わっていたというふうに考えるのは、まあ、ごく自然なことだと思います。ともかくもここに表現されている狛犬というのはね、ただの犬ではなくて、実は円形、エンリルであったということになります。続く動画の中でさらに詳しく皆さんにそれを説明します。どうかご覧になってください。
As to Koma Inu, Guardian Statues, Jake Davis writes in his website that Koma Inu, sometimes referred to as Lion Dogs, the guardian statues that can be found guarding the entrance to Shinto shrines as well as temples or even secular sites, come in a massive variety of styles, shapes, and forms. And also, Jake Davis writes that Koma Inu come in pairs, often one male and one female, though male-male pairs are not uncommon. Sometimes one will have a single horn. In the Heian period, these were called Koma Inu, and the hornless ones were called Shishi, lions, though nowadays both are referred to as Koma Inu. No. They are not guardian dogs, but deities themselves, Enlilu and Enki, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Koma Inu は犬ではありません。神、つまりエンリルとエンキでした。コマイヌ、エンリル、エンキ説 by 林博史です。バビロニアに残るバウンダリーストーンです。今から約3500年前の境界石です。その境界石にはエンリルとエンキが刻み込まれています。まず皆さんにそれをしっかりと確認していただきたいと思います。エンリルです。そしてその向かって右側にいるのがエンキです。エンリルとエンキです。この文様に注意してください。何やら屋根のようなものが描かれていますが、これは屋根ではありません。後で詳しく説明しますが、神殿です。その神殿の両側に鎮座しているのがエンリルとエンキです。 by 林博史説です。いろいろな名前が付けられています。いろいろな説明がなされています。しかしこれはエンリルとエンキです。独特なヘルメット、つまり帽子をかぶっている点に注意してください。そのヘルメットイコール帽子が一致します。つまり犬ではなくて、ここに鎮座しているのはエンリル、そしてエンキの神ということになります。そしてそのコンセプトは英国王室ともつながっています。英国王室の紋章です。向かって左側にいるのがエンリル、ライオンです。そして向かって右にいるのがエンキ、ユニコーンです。頭に角がある点に注意してください。そして左右反転していますが、そのコンセプトはそのまま日本の狛犬へとつながっています。厳島です。左がエンリルということになります。右がエンキということになります。頭の上に角がある点に注意してください。こうしてエンリル、エンキは日本の狛犬へとつながっています。向かって右側の狛犬の頭に角がある点に注意してください。またその点を確認してください。日本の狛犬は犬ではありません。つまりエンリル、エンキの神を表しています。そしてそのコンセプトはミトラ教の神事の様子とも一致します。ミトラ教の神事の様子を表した絵です。向かって左側にいる
ライオン神の神、これがエンリルということになります。そして向かって右側の三角の形で示されているのがエンキということになります。この三角の形は現在のフリーメイソンあるいはイルミナティのマークとも一致していきます。エンキすなわちプロメテウスです。続く動画をご覧いただく前にもう一度この写真を上下見比べてみてください。上段上左がエンリルです。右がエンキです。つまりバウンダリーストーンに表現されているエンリル・エンキの模様はつまりは神のかぶるヘルメットであったということになります。その形が一致しています。では続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Japanese Koma Inu or Guardian Dogs as Enlilu and Enki Theory. Is this god on your left side a lion or a bull? The forefeet of the god on the left side holds his forefeet like a bull, which indicates that this statue was created on the basis of a bull. 左の神の前足を見てください。前足を折りたたんでいます。つまりこの左の像は牛をモデルにして作られた像であるということです。続く動画の中ではライオンであると表現していますけども、やはりお牛と判断しました。Wikipedia writes as follows: Koma Inu, often called lion dogs in English, are statue pairs of lion-like creatures, either guarding the entrance or the inner shrine of many Japanese Shinto shrines, or kept inside the inner shrine itself, where they are not visible to the public. The first type, born during the Edo period,is called Sando Koma Inu, the second and much older type, Jinnai Koma Inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs, and Koma Inu literally meansguardian dogs. It is also widely believed in academic society they are from China. Ahiroshi Hayashi claimed that they are Enlilu and Enki, the gods both in Sumer and Japan in ancient times. Here in this video, you see its evidence and proof.コマ犬は犬ではありません。エンリルとエンキの二人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか？今日は改めてそのコマ犬について検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかったコマ犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣、つまり動物です。これは現地の研究者によれば、エンキということになっています。地球の支配者、エンキであると。が本当にそうでしょうか？私の見たところ、どう見てもライオンです。縦髪がしっかりとあります。もしエンキなら、お牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。
それについての動画はこの後につなげておきます。もっとも、このことは今日の動画ではそれほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。今日はこのアーティファクトを中心に話を進めていきます。広し林、浜松シティ、ジャパン。こんな情報が手に入りました。シュメールの発掘物についての研究論文です。ウルですね。で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これはエンディルなのか塩基なのかということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、塩基であるというわけですね。しかし、まあよく見てって言いますか、比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、縦髪、そして顎の下にはふさふさとした髪の毛、イコール毛があります。で、私はこれを塩、リルと判断しました。まあ、今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。ガーディアン・ダークスと訳されています。すなわち、護衛の犬と。まあそういうことなんですね。もっとわかりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が塩基、右がエンリルということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンってことになりますね。で、角があるなしで判断します。で、さらに、ミトラ教の神事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の髪がいます。右が塩基、左がエンリルということになります。そして右の方はですね、やがて、フリーメイソンと流れ、十の像へと繋がっていきます。塩基、すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、この鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわちルシファーということになるわけですね。ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ神ですけども、フリメイソンの方では人間を解放した英雄、すなわちプロメテウスであり、ローマンカトリックの方ではサタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へと繋がれ、そして、まあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。すなわち、塩基がエンリルを押さえたということをこの絵は表しています。そして、アメリカの一等札の裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンリルということになりますね。そして角と一体して繋がっていくということです。すなわち、一番上の左はエンリルであり、右がエンキということになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメールの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、シュメールの現地の研究者によれば、塩基ということになっていますけども、
まあ、体がですね、ライオンであることから私は演じると判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあ、レリーフを見ていただきたいんですけども、ここにライオン顔の神がいます。まあ、日本でいう不動明王ですね。いわゆる、まあ、恐ろしい、見た感じ恐ろしい顔の神ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりになるということです。なあち、このアーティファクトは、エンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬はこのように犬ではなくて、エンリル延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、なんて言いますか、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の領地であるぞということを、このように神を並べて、示したということになります。で、まあ、ここでは、エンリルブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリルブルっていうのは、現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけども、この、ミトラ教の神事の様子が大きな手がかりになりました。で、向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのが延期ということになります。エンリルは普通ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして延期は三角形で表されることが多いです。そして、まあ、下に、まあ、お見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ、並べてみますと、右が延期、左がエンリルということになります。そしてこの中央にあるのは、当然はまあ、ミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる神の中の神、すなわち、アフラマズダーということになるわけですね。日本風に言えば、大日如来ということになります。もっと言えば、アヌ王だったかもしれません。あるいは、アヌ王がアフラマズダーの名前を語って、地上に君臨してとも考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、きれいに説明できるということですね。すなわち、日本の神と、そしてシュメルの神はこのようにしてつながっている。もちろん、日本の神の方が先ですよ。そこは誤解しないでくださいよ。シュメールから日本へ来たのではなくて、日本からシュメールに行ったということになります。続くビデオをどうかご覧ください。 Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about guardian dogs in Kongo Buji Temple, Koya-san, Japan. But they are not guardian dogs as have been said in the history of Japan. They are a lion and a unicorn, or Enlil and Enki, ancient gods. Here is its evidence. おとといと昨日、小屋さん、金剛無事へ行ってきました。境内を散策しました。向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側が延期ですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。まあ、エンリルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ、日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンリルであり延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあ、こうした絵もあるということですね。しかし下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。今後無事でもですね、いわゆるまあ、樹海の儀式をですね、体験することができます。全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして、儀式をします。まあ、左がエンリル、右が延期ということになります。で、エンリルはライオン顔ですね。で、延期の方は、まあ、三角形ですね。で、左右を反転していますと位置関係が同じになります。向かって右側がエンリル、ライオン顔ですね。そして左側が延期、すなわち、まあ、やがてフリーメイソンへとつながっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。まあ、プロメテウスということになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側はですね、ルシファーと位置づけています。
で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、まあ、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるズサだということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。まあ、こうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ、対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神、すなわちアフラマズダーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に神々が被る、まあ、いわゆるヘルメットをつけているから、そう判断します。なあち、犬ではないということですね。が、しかし、ニムルードのこの発掘された、このいわゆるまあ、像によればですね、門番と、そして獣、ラマッツですかね、像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットというのは、レリーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。日本の大日如来、まあ、たまたまですね、金剛峯寺の、いわゆる根本大塔の中にある、まあ、大日如来も同じ帽子を被っています。ご覧ください。なあち、門番でもなければ獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する寺院であるということを示したわけです。門番という発想は日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立ってるから。そしてこれが、まあ、駒、犬となったわけです。もちろん犬だけ、犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね、高野山今後無事に行ってきましたが、まあ、ちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっと知ったかぶりして、皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そして右がですね、ライオンということになります。まあ、ユニコーンは延期の象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。どういう過去においてはですね、延期もエンリルも仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、狛犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France, and Hiroshihayashi, Japan. Guardians dark in mystery. The guardians are Enlil. 謎の狛犬。狛犬はエンリルであった。という話です。狛犬です。この狛犬は犬なんでしょうか？それともライオンなんでしょうか？それとも別の動物なのでしょうか？まあ、狛犬っていう以上ですね、犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうか？それともライオンなんでしょうか？あるいは、この狛犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、狛犬は、まあ、エジプト、まあ、ライオンという、ライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って、日本にやってきて、狛犬として日本で発達したと。まあ、日本独自の、まあ、狛犬が出来上がっていったというわけですね。まあ、しかし本当にそうでしょうか。まあ、単純に考えれば、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそことなりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうか。まあ、少し回りくどい説明になりますけども、ゆうこさんからこんなメールが届きました。イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、今言いましたように、このライオンが左、向かって左側にいる。しかし、ユニコーンが右側にいると。そして、頂点に、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると。
いわゆるそのライオンが、ユニコーンを押さえているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これはまあ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、銃の像、アメリカの銃の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところが、この銃の像っていうのは、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。で、ディオニソスをモデルにして、まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、髪の毛も同じです。そして、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、ディオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、鎖をつけているかですけども、それにはちょっと、また理由があるわけですね。実は、ギリシャ神話の中で、鎖で巻かれて、いたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につばまれてっていう、お腹のところに鳥がいますね。じゃあ、なぜ、自由の像は、プロメテウスじゃなくてディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に、最初に、まあ、粘土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を作った、まあ、神様である。まあ、神様というかね、まあ、フリメーソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まあ、カトリック側に言わせれば、ルシファー、悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上のがマリアーンです。マリアーンも、フリギア帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギア帽は当然、ミトラ教、の流れを組んでくるわけです。そしてまあ、自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そしてフランス革命が起きるわけです。そしてその上に当然いるのが、ミトラであり、ミトラであり、その上にいるのがゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ自由の像が、生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、まあ当然、延期ということになるわけです。まあその上になりますと、今度はアフラマズダー。アヌ王からアフラマズダというわけですけどもね、エンキ、ザラスストラ、ミトラ、それからフリギア帽ときてフリメーソンにその流れが継がれて、そして、自由の像へと、アメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。まあ、こういった流れがある中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、セリー、木村さんが送っていただくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、いわゆる、まあ、ポイントなんですね。なわち、フランスの方では、ライオンを抑えている。なわち、エンリルを抑え込んでいるって意味なんです。そして手に持っているのが、まあ、フリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆる、アイオプロビダンスなんですね。セツリの目です。あるいは、アイオプロメテウスっていうのは元々の言い方だったんですけどもね、アイオプロビダンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエンキ、そして右にいるのがエンリルということになります。こうして二派が分かれるわけですね。真っ向から対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、エンキは人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。で、これはイギリスの王室の紋章ですけども、これは、逆にですね、一番上にライオンがいることが分かりますように、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はミトラ教の神事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この神事をしている絵の中の丸の中に、左側にがエンディルで、右に書き込んであるのが延期ということになります。中央にいるのはミトラ教の神事ですから、当然ミトラがこの描かれています。まあこうしてまあ比較してみますとですね、まあコンセプトが同じだってことわかりますか？真ん中に、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見てください。これは神様なんですよ。いいですか？犬じゃありませんよ、左側。これはエンリルなんです。そして右の方は三角の、まあマークの中に書いてあるのがエンキのシンボルマークですね。そして真ん中にいるのがミトラになるわけです。で、まあ、こうして中央に王を置き、そして神権を持っている王を置き、左右に神を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘のイナンナ、いわゆるイシュタールが生まれるわけですね。そしてその、まあ、双子の兄弟ですけども、ウトゥがとイナンナが生まれるわけです。イナンナがやがてバビロニアを支配する女神となっていきます。もちろん日本の、日本にも、
日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、まあ、プロメテウスなんですけどね、プロメテウスになって、そしてそれがフリーメイソン理につながり、そして、エンリルの方は、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックというのが繋がっていくわけです。エンリルと延期。いわゆる、まあ、なんて言いますか、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトといいますかね、は、日本の狛犬と繋がっていくわけです。で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスの、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ、今言いましたように、これが、ミトラ教の神事をしているところですけども、みんな、フリギア帽を被ってますね。いわゆるトルコ、中部の古名です。これがフリギア帽です。そして、まあ、奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンヌもよく見てください。フリギア帽をかぶってますね。フランス革命の時に、当主たちは皆このフリギア帽をかぶって、フランス革命の当主として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましたように、フリギア帽。いわゆるミトラというのはフリギア、まあトルコ中部で生まれて、リキアで生まれるんですけども、リキアで去っていくんですね。サングルバンサンして。で、これがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一様にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてると言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。いわゆる獣頭、いわゆる獣の頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうか。しかし、これは獣ではありませんよ。神剣は棒を持ってますから。日本では尺と言いますね。で、一番右の、不動明王もそれを持っています。なあち、不動明王はエンリルということになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エンリル、いわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エンリルということになるわけです。なあち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、この尺と言いますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を描いたのが、プロメテウスの目が、ローマ時代に、アイオプロビデンスというふうに言い換えられました。摂理の目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、いわゆるその松明がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾロアスター教のシンボルです。で、それは密教になり、ミレーになり、そして、自由の像は、松明を掲げ、その流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに、ミレーは密教となり、日本の空海によって日本に伝えられ、高野山で、こうしたゴマとなって、まあ、その神人が残っているわけであります。さあ、不動明王、イコールエンリル。今、向かって左側にいるのが、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが神事を行っている、まあ、今風に言えば、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり棒と輪を持っています。不動明王も棒、神剣を表す棒と王剣を表す輪を持っています。こうして、まあ、なんて言いますか、神事を行うわけですね。そこで、ガーディアン・アニマルズ。いわゆるその、なんて言いますか、動物かどうかということなんですけど、今までの流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように、日本のですね、神社もですね、真ん中に神様、王を置いてですね、王というか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろん、ガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。まあ日本では駒犬というふうにまあしてしまいましたけども、犬なんかじゃないっていうまあちょっと遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、アタムさんから次のようなメールが届きました。まあこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。ゆうこさんの話と、それから、あたむさんからのメールを、いわゆるその、解釈しますと、実は、この、私たちが狛犬と呼んでいる狛犬は狛犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわち、エンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、
アタゴさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミア伝わっていって、エジプトへ伝わっていって、さらに、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、その一つ、別の証拠としまして、これ私たちはこれを獅子舞と呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオンなんかじゃないですよね。まさにエンリルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のがこれがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジルの、まあ、ペルーのここはボリビアになりますかね。ここでボリビアで見つかったものですけども、ここで見つかってるの、これはペルーで見つかってるんですよね、確か。こうしたも、ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。これがペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、別にガーディアンでも何でもない神様なんですよ。何でもないで逆なんですけどね。神様なんですよ。これと日本の、まあ、獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように、同じコンセプトで同じに作られているということなんです。なあち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならば、ペルーにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、まあ、これは、神様であるということになるわけですね。なあち、エンリルを表しているわけです。となると、ここでまた繋がっていきますね。なあち、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き継ぐわけです。で、環太平洋を支配するわけですね。で、その後、まあ、このエンリルの、その流れがですね、まあ、初めに、まあ、インカへ伝わっていくわけですけども、まあ、それがペルシアに伝わり、エンリルっていうふうに表現される。そして、右の方でインカにも渡る。インカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、ペルシャから今度は UK に渡って、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる、日本がその中心点にあるということなんですね。その、狛犬がその、なんて言いますか、その証拠の一つっていうことになるわけです。で、これが狛犬ですね、皆さん。ご存知の。これはもう犬なんかでもない、ライオンなんかでもない、もちろんガーディアンでもないと。守護獣なんかではない、神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、またおいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいましてありがとうございました。バイ。